4日間のショート決戦です。スポーツ日本ハイソーダーツ第33回の A 決戦、今日は予選初日の模様をお送りしてまいりました。その対戦もさらに進んで、いつものようにメインカードはドリーム戦です。水面上第12レースを迎えました。1号艇秋山直之、2号艇松本克也、3号艇には飯山康、4号艇岩瀬祐介、5号艇山田浩司、6号艇黒井達也、以上6名による対戦カード12レースドリーム戦の争いです。バック定段の外には6号艇黒井達也、5選手が枠番通り固まってホーム側に移ります。1号艇には秋山、前半1着上がりタイムもダントツでありましたが、ブンブン回してぶっちぎりの状況でありました。圧倒的に人気を集めて陰線スローの2コース立て直しが急がれます。2号艇の松本、3コースや3号艇の飯山が定番通り下げて3名ダッシュ戦、非転コースの角、地元の岩瀬、5コースには山田、そして外6コース前回昨年の後絡みは V を飾っておりましたが、6号艇の黒い内に3艇、ダッシュが3艇、進入スタイルは3対3、12レースのドリーム戦。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6艇がほぼ横に揃って極端に揃わないスタート。インコースがへこんでしまった秋山、2コース一旦締めたが、それでも1号艇秋山が握っていく。外を回して3号艇の山ズボーンと入る。5号艇の山田高旋回、先頭の背1号艇5号艇一旦並んだが、3分の1停止、わずかに優勢。5号艇の山田が先頭、2番手アウトサイド1号艇秋山インから来てます。6号艇黒いスタートは正常でした。2号艇の松本真ん中で厳しい体勢、トップターンは5号艇の山田、アウトを回す1号艇の秋山、打ち入るのか、接近するが、アウトコースから一定者先行する。5号艇の山田が先頭、2番手追走1号艇の秋山、3番手には現在4号艇の岩瀬、3艇並び514となって2周目に入りました。先頭リードは2艇進、5号艇の山田、2番手外へ振った1号艇秋山、すかさず銀を入る4号艇の岩瀬、雑んで回って1号艇の秋山、この間に先頭リードは3艇進と少し広げた5号艇の山田、そう思いきやそうではありません、近くにおります、すぐそばにいます。1号艇の秋山定価およそ2艇進、時計裏を通過、2コーラの旋回です、じわじわいっております。1号艇の秋山、さらにも先行艇は5号艇の山田、1号艇の秋山握って通る、内太からズバーッと来る状況であります。接近中、それでも一艇進は守っておりまして、5号艇の山田まだついていく、離れません。全然1号艇の秋山が至近距離から最終周回に入ります。3周回の第一ターンマーク、油断禁物、5号艇の山田、外へ振った1号艇の秋山がモーチャージを観光する、内太のテイテのプレーで接球場観光する、おっとここで暴れてしまいました。先頭リードは4艇進と5艇の山田が先頭、2番手追いかけましたが、1号艇秋山、10艇進水がいた3番手連号艇岩瀬、後方には2号艇6号艇並走、最後方には3号艇の飯山です。ラストマークの線形からホーム外、3艇進先行する5号艇の山田、最後まで続く1号艇秋山、内側来ております。実際かなり接近はするものの、先頭は一歩守って5号艇の山田、今1着で五輪、2着1番の秋山、3着4番の岩瀬、6番黒い2番の松本、最後方で3番の飯山、五輪です。